向こうさんは、お、あ、これ向こう来てるんじゃんか、これ。これは来たわ。これ言い方ですわ。これでっかいよ。ふう、来ましたね。このヒレよ、でかいな。ね。キョゴイってどれぐらいのサイズを入手されてる？いや、やっぱしもう球場オーバーもしくはもうメーターオーバー、ああ、ほんまに大人ほどありますよ。そういうのおると、うん、ほんでやっぱり西の子は餌が豊富やからすぐ大きなるんやわ。なるほど。うん、プランクトンはものすごいんやわ。天候側から繋がってるこういうエリアっていうのはやっぱり夢ある。ある。ほんでやっぱりその産卵とか身を隠せる、もうほんまの魚のゆりかごを奴らにとったら絶好の場所やと思いますわ。ほんでやっぱり平均浅いところで出てるね、でかいの。もう1メーター。うん。本当側からここに産卵に入ってきてる。入ってきてる。やつが出始めるのを狙ってます。入ってきたてを狙ってる感じ。もう入ってるやつですね。うん。狙ってる。うん。もう出ていく一方ですわ、これから。うん。もう水温もだんだん上がっていくし、うん。だから奴らにとったらもう酸素不足になるし、うん。じゃあ結構こういうところって言うんですか、ね、本当側から入ってくる、その釣りが始まるのは何月ぐらい？3月。3月ですね、もう。うん、こういう釣りがスタートするのは3月。うん、で、越冬するやつもいますわね。越冬するやつはもう、11月後半ぐらいからもう入ってきますね。12月。で、こういうとこで越冬して出ていくやつもいるし、もうここでそのまま春を過ごして産卵。うん。いや、まあ、しんどい。6月の第1ぐらい、第1週末ぐらいまで、毎年。マルキュー鯉インストラクターの木村です。今回、鯉釣り用配合レースエーサー、キョゴイがリニューアルされました。主な特徴としましては、白い濁り、煙幕、そして大中小、また比重のある粒が均等に配合され、またキララという光る素材配合で水中の中でものすごくアピールしてくれます。また前回に引き続き発酵菌が内容物を糖質に変化させるという内容の方も継承され、またパッケージの方も着色を取り入れ、餌の保管方法もぐんと楽になりました。ぜひ皆さん、キョゴイ2カズ釣りから大物釣りまでチャレンジしてください。今日いつ単品で十分やもう。でも今日やったら4対1で粘って、でばらけも早いから、うん、やっぱりよりも早いしね。でやっぱし拡散粉の、うん、てかなんぼ匂いのきついやつでも水の中入ったら、もう、このキョゴイ2は
もう朝場から深場まで攻められる、うん、でどうしてもあのほらこいつり言うともうどうしても水深が浅いところになるからもう餌が着水した時にもう餌がその分かるよ魚に、うん、水から仕事するよ、そうそう着水した時に少なくともキララがもうパッと散るんですよ。でその沈む間にその白い煙幕がファーッと出てキララと、うん、それで魚を寄せる、うん、で水深が深いところになればなるほどそのアピール力は長くで大中小のバランスの取れた粒にで重さのある粒がしっかりとそのポイントを作って魚を足止め変えるタイミングっていうのはもう2時間まではいかない、やっぱ3時間そうやね、もう大体そうやね、もう2時間これはもうシーズン通して大体そうやね、昔はね、12時間とか24時間とかやってんわ、うん24時間、うん、入れっぱなしだからもう僕はもうそんなんかなんし、うん、うん、よう言われました。ほんな早う餌変えてお前ほんなもおったら来おるがなっていうのがキャッチフレーズやって、おったら来おるっていう、いやじゃそれではやっぱり釣りに行ってんねから何らかのあの努力はせな釣れへんねから思ってやりかけたんがそのパターンで、でやっぱりみんなそれ見とって、あやっぱりこんあれやなぁ、2時間までで当たってるなって、購入点も同じ大体、うん、傘のその範囲開けた範囲ぐらいがもう餌場になるようなキャスティングで餌を落としていく、まあ、僕は大体それぐらいで、ある程度キャスティングも自信あるから同一地点に打つ、だからその時に力が入るとちょっと微妙にね、うん、そうそうそう、でやっぱし比重のある餌を使うとキャスティングは難しくなる、やっぱり強威通なんか比重があるからちょっとやっぱし餌を小さめにして、だいたい僕の餌の直径が65なんですよ、うん、それでだいたい広がるのがこの手のひらいっぱいぐらい、もう餌打って寄せて、うん、確かに魚道いうのがありますよ、けど魚道でもやっぱ餌打たな魚止まりませんわ、うん、今日はその魚が動くであろう、そうです、はいはい、もう賭けですね、一つの魚がこう川に、そうです、で雨いうのもありましたんで必ずや出入りはあるやろと、魚が出入りするところに呼んで、そうです、まあ通り道を塞ぐっていう、うん、やっぱりちょっとね何だとあるとねやっぱし変化が魚も反応してくれますんで、そこに獅子の根があるんですよ、獅子の根、うん、で落としてるとこはないんですよ、だからもうクッと、もうそこ探りしてたら分かるから、うん、でこういうところやとあの落とすところがもうほらあの分かりにくかったら対岸のあの木あの影を見とくんですよ、あの水面に映ってますや、うん、だからその辺にそこを落とす、で今一応落としてるのは皮脂の根がないとこです、うん、で場所によったら皮脂の根がパーッと
貼っとるからズンベラボードのとこあるんですよ。あります。スッとこそこに入れる。そうそう。で朝そこ探って、でそこで当たらへん時はその皮脂の根があるところに落とした。そうそう、変えてみる。もう小魚がいっぱい寄ってる思いますわ。でここにもう本命の鯉がガー来たらもうズボッといきます。向こうさんも、おこれ向こう来てるんじゃんか。これは来たわ。これ言い方ですわ。これでっかいよ。来ましたね。このヒレよでかいの、本日はジョコイツ単品で挑戦してみました。やはり噂通り白い濁りから始まり、キラキラと光るキララ配合が水中の中でよくアピールしてくれました。また粘りもあり、バラケの方も早く魚をよそることができました。ぜひ皆さん今日一つしっかり魚を寄せ、比重のある粒、大中小バランスの取れた粒でポイントを作ってくれます。また発酵菌が内容物を発酵させてくれるということもあり、大変頼もしい一袋です。ぜひ皆さんもこの巨鯉2一袋で夢の数釣りから大物釣りまで楽しんでください。本日お疲れ様でした。簡単には釣らせてくれへんわ。ほんまに。